海と日本。本州で有数の鮭の水揚げを誇る岩手県宮古市で、子どもたちが鮭の稚魚を放流しました。鮭の漁獲の減少傾向が続く中、次の世代に伝え残していく思いが込められています。岩手県宮古市で行われたのは鮭稚魚壮行会です。岩手沿岸の中心部に位置する宮古市は三陸の豊かな漁場に恵まれる中、特にも鮭が主要魚種、町のシンボルとして地域を支えています。宮古市では鮭を市の魚に制定し、鮭に象徴される豊かな町づくりを目指すサーモンランド宣言を行っています。宮古は鮭の町ですので、鮭を大切に、そして鮭が4年後に帰ってくるということは、川や海がきれいでなければ帰ってきますので。宮古の鮭は近年不漁傾向が続いており、東日本大震災、台風被害を経てその深刻さは増しています。それでも2020年も5万尾の稚魚を確保。市内の小中学校の子どもたちを中心におよそ200人が鮭の遡上地として知られる津軽石川に稚魚を放しました。僕たちも大きくなるので、鮭たちも大きくなってほしいです。鮭っていうのはその都の誇りだから、それをその宮古に住んでる人たち一人一人が大切にしていかなきゃいけない。宮古どうも、町おこしみたいな感じにつながると思います。宮古を鮭の銀鱗まぶしい活気あふれる町にしたい。シンボル鮭の稚魚の放流は、ふるさとを見つめ直しその良さを再発見する貴重な機会でもあります。海と日本プロジェクト in 岩手は、日本財団が推進する海と日本プロジェクトの取り組みの一環として行っています。見てくださってありがとうございました。 Twitter、Instagram、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。